全然言わんやん。恥ずかしい。いや、どうよ。全然言わんやん。全然言わんもん。メダカすくいなんでしょうか。カモすくい。はい。これここから。誰かと。誰かと。また音楽に切り替えるどうも、菊とメダカですいや、耳メダカですあれ、そっちだどん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 はい、もうあの音を切って全部音楽にしますのでミュージックにしますS さんの顔だけ撮って S さんも YouTube いいですか顔 YouTube ありがとうございますお願いしますおはようございます全然見えてるしもう、ね、S さんの時の動画は大抵声も変えあーそうかなはいはいちょっと待って子供さんあー今日もまだ続いてるんですかいや大学に行った時からので40度ぐらい出てるきついですやっぱちょっと流行ってるかもね今はい一番短いぐらいに長男が熱がボッて出てインフルとかじゃないなんか病院の先生がちょっとなんか続かないと検査ができないみたいな何日か続いたら検査しようロングテールですよねそうあ、お嫁さん見たいですあ、ここにもいる金魚メダカさんなんだけどこんな感じでちゃんと綺麗になってるんで多分綺麗あと育て方もうわほぼ低下ほぼ低下確かにねちょっと値段なんか落ちたもんねありがとうございますありがとうございますいいんじゃないでよこんにちは、すいません、お邪魔します。お願いします。お願いします。
すいません、ありがとうございます。片手ですいません、ありがとうございます。ズームしてごめんなさい、すいません。全然 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。かっこいい。すいません、失礼します。加減の月、加減ですよね。加減の月です。なんか秘密兵器持ってるんですか？そういうわけじゃない。ちゃんとしたから飲めます。あ、ちゃんとしたから飲めます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ナルキアです。あ、お疲れ様です。やすらお世話になりました。ありがとうございました。もう。めちゃめちゃリスナーが増えましたんで、はい、もうあれきっかけで、はい、もう本当ありがとうございます。お邪魔します。すいません。ます。ロングテール。ロングテール。ピンポパールのね、ロングテール。尻尾が長いやつ。なるほど。うん、あのデメがね、デメが1匹いたんですけど、はいはいはい、もう出ました。あ、そうですね、可愛いですもんね、デメ、うん、デメね、いやデメがね、いたんですけど、もう一部売り切れてるんですよ。へー、ロックテールもね、まだ横にあんまりいないんですよ。あ、綺麗、うん、できたとの早々ですよね、あの、見ました、うん、はい、できたで、ね、間に合ったって、あの、書いて、ね、なぜか、あの、蜂の足跡もついてるんです。蜂、蜂、あ、ハチちゃん、ハチちゃん、これだけで5分ぐらいいけそうだけど、ハチくん、店番ショーラスよ。あら、しっかり大分でも、あの、運を落としてきました。しっかり回収してきました。あら、みーちゃん見て、ほら、へい、いらっしゃい。ほら、あれ、無理や。はい、ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。今は餌を切ってくださいね。はい。お家に来たら、先住者がいますか？先住金魚がいますか？おりますけど、もう。一緒には買わない？はい、買いません。今大丈夫です。あの、水が薄い時、温度だけ。何ちゅうと水泡がね、入れられた。そうですね、そうですね。泳ぎが行きますよね。で、あんまりしてないね。泳ぎがおとなしいので、あんまりいいかもしれないです。はい。これが取らないこれ、そう。ショウ、西郷メダカさんのやつです。ショウ、ヒレなし。ヒレがないんです、背びれがないんですよ。わ、本当だ。これ今卵をね、産んでるから、これ持って帰るとお得ですよ。すぐ産めます。すぐ生まれます。すぐ生まれます。ピンポンパールいかがですか？そんなに進んじゃうと、買えるでしょ。買ってないです。だから結局、はい、それ以外はもう全くなので、もう買うイコール動画にしてる。頑張ってください今日は。はい、お疲れ様です。あ、
いか。だるま。だるま。今日はだるま尽くしですね。はい。あれ。それはいいですか。いいですか。あのハンダルで。ハンダル。これは映してワンペア。高いそうです。ちょっと映したくなるじゃないですか。ちょっと映したくなりますよ。はい、映したくなりますけども。相変わらずですね。いいですね。安いな。僕は一番乗りしたかったんだ。じゃあ一番乗りしたかったんだ。逆走して。逆走。気づいたら逆走してた。戻ってたんですか？戻ってた。でもね、Google マップが送信してた。あ、もう俺と一緒。高速に乗せようとしてた。あ、やっぱほら高速乗せちゃうんだよあれ今日。高速乗る。いや違う。なんかジャンクションを。でなんかもうこっち行けってさせてたんですけど、そっち行ったらもう全然違くて、人生で初めてね、あの高速の方にね、あのチケットに印鑑をして特別許可書みたいな。いい経験しました。はい、本当にいい経験しました。私でも寄り道してきました。ですよね。どうです、20分。じゃあちょっと首から下だけすみません。あとで鉛筆でした。はい、お願いします。清掃でお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございました。お客さん多い、ほら。ね、お客さん多いっすよ。お客さん多い。